そして僕は7年前あの事件の翌日記憶を失った。いつき、そうか、それが前に言ってた先生の記憶をなくしたって話。そう、僕は知らない土地、知らない町で目を覚まし、それからの間僕が何者かも分からずにただ生きていた。でも数年経ったある日、ふと思い出したんだ。少しずつだったけど、確かにそれは自分の記憶だった。そうして僕は取り戻した記憶を頼りに、なんとかこの町へ戻ってきた。今から4年前。そうだね、菊水。ああ、そういえば菊水にこうやって父の話やタイムリープの話をするのは初めてだったね。黙って言ってすまなかった。本当にそう思ってるよ。別に今となってはいいさ。お前にもお前の事情があったんだろ。悪くなったね、菊水。そうかもな。ハルト君のおかげかな。でも少なくとも4年前、あの時の君は違った。本当に君なのか。なあ菊水、教えてくれ。なぜこの病院は何も変わってないんだ。君が院長になれば不正をなくし、 LMD の治療に全てを捧げるんじゃなかったのか。ふふ、変わってない。変わったさ。3年前の間にいろいろな。一木、お前こそどこで何をしてたんだ。俺はお前はもう死んでしまったんじゃないかと心配していたんだぞ。それは記憶をなくしてしまっていて。記憶？そうだよ、今でも完全じゃないんだ。記憶をなくしていたか。むしろそれはお前の得意分野じゃないのか。おそらく父が消したんだ。一木先生が？なぜそんなことを。それはわからないけど、とにかく父は僕の記憶をいつでも消せるように準備していたようだ。そうか、不思議な親子だな。まあ昔の話はいい。それよりも今の話をしないか。なら最初の質問に答えてほしい。菊水、君はもう LMD に対する情熱は消えてしまったのかい。まさか今でも LMD 治療の研究をしているよ。ただもっと気になるものを見つけてしまったんだ。気になるもの？ああ、一木、お前にも聞きたかったんだ。タイムリープって知ってるか？タイムリープ？そう、過去に戻る技術だよ。菊水、本気で言ってるのかい？もちろん俺は本気だよ。実はな、俺の親父やお前の親父はタイムリープの研究をしていたらしい。そして一木、お前も加わっていたんじゃないかと俺は思ってる。悪いけど僕には君が何を言ってるのか全くわからないよ。そうか。菊水、そんなことのために昔の情熱を捨てたのかい。一木、本当に知らないのか。知らない。ならもういい。菊水、どうしちゃったんだよ。昔の君はあんなに燃えてたじゃないか。俺が LMD を観察してやるんだって。なあ菊水、まだ間に合う。今からでも遅い。もう遅いんだよ。今更帰ってきて3年間俺だって分かってるさ。馬鹿げてるってことぐらい。でもあの時の俺にはそれしか。もう戻れないんだよ。そんな悲しいことは。お前なら何か知っていると思ったんだけどな。いや、もし知っていたらお前の親父さんが
お前も殺しているか。なあ、一木。お前さえ良ければ研究を手伝ってくれないか。前院長派の人間や昔の従業員を入れ替えたら、ほとんどの人材がいなくなってさ。金はあるのに全く研究が進まないんだよ。それは NMD よ。赤言うな。タイムリープの研究に決まってるだろう。だから研究の手伝いはできない。そうか。じゃあ邪魔者の記憶を消す手伝いをしてくれ。は？病院内の中が嫌なら、外で小さな委員でも開くといい。金は俺が出すよ。これならどうだ？どうだって、そんなの。なんだ、これでも嫌なのか？贅沢だな。菊水、君。よし、決めた。この条件で手伝うか、この町を出ていくか、どちらかだ。さあ、どっちにする？わかった。手伝うよ。そうか、よし。3年ぶりにまたお前と組めるわけだ。嬉しいよ。ああ、そうだね。一木、この部屋に金庫がある。親父の使ってた金庫だ。今は特に入れるものないからな。俺の一番大事なもの、カンナとの日記を入れている。でも明日からはカードキーも入れておくよ。第二病棟の地下へフリーパス、監視カメラ無起動で入れるカードキーだ。そこには俺たちが作ったあの報告書をはじめ、病院の過去の不正に関わるほとんどの資料が収められている。金庫の暗証番号は2140。一木、好きなように使ってくれ。それって、ああ、俺が親父にそうしようと知ったようにな。別に明日でも構わないぞ。俺はもう、菊水。わかったよ。そうか、待ってるよ。なんでこんなことに。実はな、3年前からもう昔みたいな不正はほとんどやってないんだよ。やってるのはもっぱら昔やった不正の隠蔽工作さ。お前と作ったあの資料が役立ってるよ。あれを見せるとみんな黙るんだ。もう行くよ。一木、お前が無事でよかったよ。心からそう思う。じゃあ待ってるからな。それが僕と菊水の最後の会話だった。じゃあ4年間菊水院長はずっと。そう、俺はずっと待っていた。なのに一木が来ることはなかった。俺は思ったよ。親父の言った通り、お前は嘘つきだとな。もう一つ嘘をついていたとは思わなかったが、確かに俺は嘘をついてた。一木、でもね、あの時の僕にはそれが正解だと思えたんだ。タイムリープのことは一生誰にも言わない。このまま死んでいくんだとね。だが結局それも間違いだった。何が間違いだったんですか？ハルト君、僕はずっと疑問だったんだよ。なぜ父は僕の記憶を全て消してしまったんだ？それも3年間という期限付きで。それが分かったんですか？ああ、分かったよ。僕にはね、どうしても忘れさせておきたかった記憶があったんだよ。父にはね。僕に思い出してほしくない記憶がね。忘れさせたい記憶？ああ、一番大事な記憶。一番大切な約束さ。
ずっとずっと昔、幼かった頃のね。ねえねえ、一木。ねえ。うわ、カンナ。びっくりした。どうも、はじめまして、一木と言います。一木くん？うん。あなたはカンナちゃんだよね。うん。でもなんで知ってるの？たまにね、遠くから見てたから。え？それストーカーだよ。あのね、カンナちゃんに聞きたいことがあるんだ。なんだろう。カンナちゃんはね、LMD って病気だよね。うん。じゃあ、LMD って辛い？今はなんともないかな。そっか。じゃあ LMD の原因を作った人がいたらとっても恨む？原因？その人がいなければ私は病気じゃないってこと。うん。もしそういう人がいるならちょっと恨むかな。そっか。こっちは父さんの言っていた通りだね。うん。ん？じゃあ最後に、もしその原因を作った人が目の前にいたら死んでほしいって思う？え？思わない。思わないよ。本当に？じゃあ他にどうすれば許してくれるの？どうすれば？じゃあね、その分誰かを助けてあげてほしい。そうだ、できたら友達がいいな。友達を助けるか。うん。でも、どうしてそんなこと聞くの？え？それは、ん？僕の父さんはね、悪いことをしたんだ。だから、償いをしないといけない。償い？うん。それに僕も、だからね、その参考にしようと思って。そうなんだ。じゃあさ、私と友達と友達になろうよ。え？え？どういうこと？友達に理由なんてないよ。それとも嫌？いいよ。よし。じゃあ今から、一木くんと私は友達だね。これで一木くんは、私が困っていたら助けないといけないよ。さっき言ってたもんね。償いだったっけ？あ、ふふふ。なんか、カンナちゃんって本当に10歳？ちょっと子供っぽくない？な、そうかな。あ、やっぱりそんなことないかも。ふふ。ふぅ。じゃあ僕はそろそろ帰るね。あ、待って。名前を教えてよ。一木だけど。下の名前だよ。え？下の名前？別にいいけど。でもなんで僕帰るんだよ。なんでって友達だからだよ。え？本当にさっきので友達に？もちろん。宗介くんか。じゃあ宗介くんと私の約束だね。友達が困ってたら助ける。もちろん私も宗介くんを助けるからね。ギブアンドテイクだよ。うん。あ、そうだ、アヤトっていう私の大事な友達がいるんだけど、宗介くんも友達になろうよ。今度紹介する。わかった。じゃあ今度までにプレゼントを用意しておこう。待ってるよ。うん、またね。はあ、まずいことしてくれたな。賢いと思ったから、お父さんはまだ子供のお前にいろいろと話をしてるんだぞ。父さんごめんなさい。まあいい、今回のことはお前の記憶から消しておく。いいな。
りよくあの女の子の方にも記憶を消すのは難しくない。しかし今度からは LMD の患者と気軽に接触なんてするんじゃないぞ。所詮私たちは加害者、彼らは被害者でしかないんだ。ごめんなさい。まあ今言っても無駄か。記憶を消された僕は数年前全てを思い出して、思い出すまでそれを忘れていた。いつ思い出したんですか。今の医院を開院してから少し経った頃、ハルト君、君と同じようにある日全てを思い出したんだよ。そうか、カンナと会っていたのか。父に連れられてよく病院の LMD 患者を見ていたからね。君のことも実は会う前から知っていたんだ。そうか。そういえば臨床実習の頃も LMD 患者たちとよく話していたような。まあね。ただカンナのことはずっと忘れてしまっていたけど、でも今はこうやって覚えている。だからね、僕は今こそあの約束を守るよ。約束を守る？友達を助けるって約束か。ああそうだよ。もしかして俺を助けでもしてくれるのか。ある意味ね。ある意味？どういうことだよ。約束を守るって一体。だからさ、救うんだよ二人を。僕が。一木、一体何を言って。まだわからないかい。君とカンナが元気だったあの頃に僕が戻るんだ。